こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。今日はですね、こちらになります。なんとなんと、このミーレの海外食洗機、幅60センチタイプ、1ヶ月使った感想が届いたんですね。まずはですね、こちら実は抜けたまま、ずっとずっとこの形で使っていたミーレ食洗機、リクシルの ディシェル。2021年ハウスメーカーから10月には引き渡しされていたんです。このピカチュウさんからいただいたこのリクシルディシェル以前にもご紹介させていただきましたセラミックトップいいですね。こちらの方も床、フローリング、さらにキッチンスペースはフロアタイルとこの張り分けをしているこのリフォームが こういった形でダウンライト使ったり、おしゃれ、えー、こういった内容をお届けしたんですが、なんと、食洗機はなしで、こちら生活がスタートしていたんですね。いつ入るのかな。ようやく、このミーレ入荷待ちの状態が早1年が経って、そして、なんと、こちら、また、ピカチュウさんから、山さんに LINE がいただきました。山さん、こんばんは。ご無沙汰しています。いつも楽しく動画拝見しています。あらあら。 これはミーレ食洗機入ったんですね。待ちに待ったミーレ食洗機、ついに我が家に来ました。使い勝手も報告しようと少々連絡遅くなりましたが、8月27日に念願のミーレ設置されましたのようですね。約1ヶ月使ってみたんですね。この1ヶ月間使った感想、それからほぼ毎日使用した感想、そちらについては、 最高です。そうでしょう。もうなんか文字見てたらわかりますね。YouTube やインスタグラムでミーレ食洗機の存在を知り、我が家にミーレが来ることを想像しながらワクワクしていました。最高いやー、本当にこういう方多いんですよね。で、この念願のミーレ、海外製をつけるのが半信半疑で、ハウスメーカーと打ち合わせを重ね、 昨年の10月末には住宅を引き渡されたけど、コロナのおかげで約1年待ちました。でも、待ったかいあったと思います。そうなんですね。見てみましょう。まず皆さんの言う通り、食器に汚れがついていて、カペカペ焦げ焦げ苦手るのや。カペカペって言うんですね。ガラスポップはそれによって洗った後はピカピカ。マグカップや湯のびや茶碗の茶渋これも、 ピカピカなんです。これやっぱりね、しっかりと上からも下からもしっかり当たる。さらにこの洗浄能力、この辺、ノズル含めて海外食洗機恐るべし。我が家が一番最高と思うところはやっぱりこのサイズですね。60センチ幅は通常の45センチに比べて大きすぎるかなと、その存在感心配していましたが、鍋もまな板もいくつも入り、 そうなんですよ。ここなんですよ。結局、その、深型食洗機とかいろいろ言っても、山さんいつも言うのが60ぐらいないとちょっと難しいですよ。で、魚焼きまで今まで使っていた食器の水切りかごなど入る大容量。これは最高にいいと思います。そうですよね。そして、夜中に1日1回回すだけで、このまとめ洗いですね。翌朝には全てがピッカピカ。音も静かですね。今のところは、洗い残しは一切ないです。 これ以前、山さんの海外食洗機の動画でも実演やりましたけど、本当にこびりついたよこれでも綺麗になりますからね。それから、茶碗やお椀の裏に少し水は溜まっていますが、ほとんど水気はないです。あと、お椀の裏の水はひっくり返して少しの時間を置くとすぐに乾く程度なので、布巾は一切使ってないですよ。なるほど、いいレビュー。嬉しいですね。インスタなどで、 ミーレ様と言ってる方いますかまさに我が家にとってもミーレ様。我が家に来てくれてありがとう。この言葉につきます。ということで、こちらまとめ。やっぱりこういった感想、ミーレ様って思っちゃうんですね。ということで、お知らせです。リホナビ。 リフォームの情報共有サイト、プロジェクト進行中です。まさに皆さんが使って、これからリフォームしたい人、リフォームした人、その記録、発信、学べる YouTube、インスタ、ブログ、さらにはオンラインで、ズームで、そしてオフ会、 こちら、つながる、同じ悩みを持ったコミュニティでつながれるんですね。これやっぱり実際にね、オフ会行くといいんですね。今度山田さんね、えっ、ー、と、たまたままた大阪の方面行くんで、10月の25日、名古屋。 こちら、名古屋の方で、宝ショールームの方にちょっと今度は行こうかなと思うんですけれども、同じくこちらの方もまた企画してますので、ぜひまだ詳しい内容、こちらの方と YouTube、それから LINE 友の会でもお届けしていきますので、こちら、リホーペガーー友の会、LINE でぜひお友達につながっていただいて、こんなところにも顔を出してはいかがでしょうか。世の中に広げたい 99.。99.9%はみんなリフォームの素人じゃないですか。実際に初めてで最後のリフォームをするわけですよね。そのリフォームの素人のあなたを 山さんがリフォームの達人にプロデュースさせていただきます。主婦よりも主婦の気持ちがわかる。そんなプラン提案、いろいろアドバイス。こちらの方が、ついに夢の実現装置、クラファンが9月16日スタートしまして、もうね、ついに残りゴールまで、80何パーセントまで行きましたんでね、まずファーストゴールである、この50、えー、50万円のこの、 えー、ファンディングを使って、みんなの情報サイトを見つかるつながる、記録する、ここ達成していきたいなと。で、12月の25日、クリスマスの日にプレゼントできる、リリースできる、そんな内容を計画中です。年間150億リフォーム先、リフォームトラブル、いろんな形でね、なかなかシェアできないぐらい、やっぱり傷ついてる方多いんですよね。このリフォームの問題を、山さん自体が 皆さんを守り続ける。そして、この、え、詐欺、こちらの方もなくしていきたい。ということで、ビフォア、それからアフター、そういったもの、実際に引き出しの中なんかもシェアして、役に立つ雑誌を、本当に使える、そんな内容を皆さんで、ね、共有していこうではありませんか。LINE 登録で、こちら定期的にプレゼント配信してます。ということで、こちらの方、LINE、 えー、登録していただくと、まだしてないと思う方、ぜひ一回してみてください。ポコポコってきますから。で、その動画、ぜひチェックしてみてください。えー、これそうです。山さん、おすすめの5本動画もこちらの方でシェアさせていただいております。ということで、いきますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。海外食洗機。こちらの方のシェアも待ってます。